こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのあしみです。今週もご質問いただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、いつもありがとうございます。5歳ぐらいの子供さん、歯ぎしりが治るようなケアはありますでしょうか。今入院中で数ヶ月経っています。よろしくお願いいたします、ということでした。僕がちょっと詳しくないせいなのかなんですけど、あの5歳のお子さんが歯ぎしりで入院する状態ってのがちょっと聞いたことがないですし、あとちょっと想像ができないので、5歳のお子さんが歯ぎしりで入院する状態で数ヶ月ですもんね、数ヶ月入院するような状態っていうのがちょっと想像ができないので、一般論でまずお話しさせていただきますね。今日に関してはまず5歳ぐらいのお子さんに関してはもちろん乳歯だと思います。で、乳歯のお子さんっていうのがこの時期実は歯ぎしりする子が多くって、というのが歯ぎしりすることで顎を成長させている、乳歯なので例えば歯が生えてくるっていうのでも乳歯だったり、早い子なんかも永久歯が生えてきますかね、5歳ぐらいだったらっていう風に、乳歯が生えてくることで顎の状態が変わるから歯ぎしりすることで調整して、でそれで永久歯が生えてくることでまた調整してっていう風に、歯が生えてくることと顎の成長を調整するために歯ぎしりっていうのは意外とこの時期5歳ぐらいの時期っていうのは起こるので、永久歯が揃うまで結構起こるので、そういうものはあったりします。ただ多分それで入院はしないと思うので、歯ぎしりする原因としては今言ったみたいに歯が揃うことによって顎を調整してるっていうこともありますし、あとやっぱり緊張してることで起こったりもします。あともう一個怖いのが、歯ぎしりが癖になって永久歯が揃っても歯ぎしりをしてしまうと永久歯そのままで削れてしまって食いしばりとか歯ぎしりの状態になってしまうので、それはちょっとあまりよろしくないので、なのでケア方法としては一般的と同じになるんですけど、要は咀嚼筋を緩めることですね。例えば耳たぶ回し、腕回しとか片手万歳っていうもので咀嚼筋を緩めるケアっていうのは日常的にしていただくといいと思います。で、あともう一つは歯が生えてくる時期っていうのはものすごく重要なのがバクシネーターシステムといって、ベロとこのほっぺたの筋肉のその力のバランスですね。最近の子は特に多いんですけど、外側が強くって内側が弱い、舌位が低いことが原因なんですけども、低いことによって顎が広がらない小さいままの状態で歯が生えて歯並びが悪いっていう状態になってしまうので、この5歳ぐらいの時期なんかは歯ぎしりってので調整したりはするんですけれども、まずベロの圧で顎そのものの大きさを広げていかないと生えてきた時でも調整だけでは効かない、成長させないといけない時期なので、普段緩めるケアっていうのももちろん重要ですし、それにプラスしてアニオベ体操をしていただくといいと思います。ほとんどの場合がベロが低くてうまく機能せずに顎が小さい子が多いので、でケアとしていただくといいのかなと思います。で、やり方としてはものすごく単純なんですけど、アニヨベ、アニヨベ、これだけです。これを言うだけですね。で、言うだけなんですけども、日常的に言いましょうねとかケアとしてしましょうねというのはなかなか難しいので、歯のことで関係するので歯磨きをすると思うんですね。食前とか食後とか朝起きてから寝る前とかいろんなタイミングですると思うんですけれども、歯磨きをするタイミングでアニオベ体操を一緒にしてもらうっていうのがいいのかなと思います。歯磨きをします。で、歯磨きをするタイミングで耳たぶ回しをします。で、耳たぶ回しをしたらアニオベを30回、アニオベアニオベアニオベっていう風に歯磨きと耳たぶ回しとアニオベ体操をセットでしてもらうことによって、入院とはちょっと違うんですけども、5歳ぐらいのお子さんが歯並び顎の成長を緩めながら舌位を上げて顎を広げて、で適正に歯ぎしりすることで顎の調整するっていうのがうまく成長して、要は歯がしっかり生えてくる、歯が並んでくる状態ですね、を成長を促せると思いますので、ちょっと今日のお話とはちょっと違う、ちょっと僕が想像できないのであれなんですけれども、そういうものがあるよというものを、参考ですね。今日の場合はお話と違って参考にはなるんですけども、5歳ぐらいのお子さんの歯並びなんかが気になる方は参考にしてみてください。リンパケアサークルゆるふわでは動画、SNS、メルマガで情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローの方よろしくお願いします。